第5装甲師団は、ドイツ連邦陸軍の師団の一つ。2001年9月に解散した。師団の部隊は主にライン川を中心に、ヘッセン地域のコブレンツ、ツバイブリュッケン及びゾントラに駐屯していた。1956年2月から3月にかけて、A5 戦闘軍と B5 戦闘軍及び、第5装甲砲兵連隊が、機関部隊として編成され、同年中に、 バイエルン州のグラーフェンベア演習場とホーエンフェルス演習場にて編成され、ウルムに司令部を置く第二軍団に所属した。1957年、師団司令部はベッツラー及びコブレンツに移転し、1958年1月1日に第三軍団に所属変更し、同年中に、師団は北大西洋条約機構に結合される。さらに1958年には、 新編された C2 戦闘軍が配属される。1959年の第2次編成で、装甲戦闘軍は、装甲旅団に再編成される。1962年、師団司令部は、ラーアム川を越えて、リーツに移転される。1977年、第14装甲旅団は、第12装甲師団に配転される。これと引き換えに、 第2装甲敵団兵士団から第6装甲旅団が転属する。1981年に第6装甲旅団が第14装甲旅団に解消される。1986年、士団は以下のような構成であった。第5次編成で、士団は再編成することになり、第4防衛艦区司令部と合併し、第4防衛艦区司令部第5装甲士団となる。 1991年に第4防衛艦区司令部は第2防衛艦区司令部に改称され第2防衛艦区司令部第5装甲師団となる。1996年第13装甲的弾兵師団から第39装甲旅団が配点される。2001年9月30日に師団は解散し第14装甲旅団は師団の紋章を継承する。師団は 1960年3月にモロッコで発生した地震の救援のため、第5衛星大隊がアガディールに派遣される。国内では1962年2月の洪水と、1984年2月のラーン川の洪水に出動している。ありがとうございます。